どうも、高彦です。よろしくお願いします。ということで、ポケモン、ブリリアントダイヤモンドの続きちょっとやっていこうと思うんですけれども、まあ、前回ね、めちゃくちゃ悲しい失敗をしまして、ゴミが増えました。ゴミが増えたんですよ。ね、無駄にさ、この導きの石板をね、交換してしまって、多分導きの石板はね、こう3つしか使い道がないんですけど、序盤にさ、とりあえず一気に交換しとこうと思って6つ交換したよね。そしたら3つ無駄になりましたね、これ。3つしか使わなかったんで。ということでゴミがね、こう売ることもできないということで、まあ、完全にゴミが3つ溜まっちゃったんですけど、まあちょっとね、それで謎のかけらも全部なくなっちゃったんですよね。それが一番ね、ショックでショックで。で、そこでですね、まあ、またちょっと集めてきましたよ、謎のかけら。またちょっと裏でね、やってきて集めてきました。で、これ今こんな感じね。まあ何個になるのかな、謎のかけら L1 個で石板が1個交換できるから、まあまず6個ね、交換できると。で、謎のかけら S、こちら3つで1個交換できるので、まあ合計最大7かな ?7 個交換できるというわけですね。で、今日はね、まあとりあえず、まあ手前からね、攻めていくっていう形でちょっと確認しておきましょう、ちゃんと。この間ここやったのよね。で、どっちから行くべきなのか。これは右か左か。まあ、ちょっと右利きなんで左から行こうかな。ちょっとね、この左がどんな感じ、心の部屋、2人、2体か。今ちょうど何体っつったっけ、7体引っ張り出せるよな。あ、じゃあここ2ついけるかな、この両サイド行くか。ここが、譲渡の部屋と、さっきの心の部屋なんで、どっちから行きましょうかね。じゃあ心の部屋、譲渡の部屋から、まあ普通右から行くか。それではまず、じゃあ譲渡の部屋やっていきますか。石板交換しないとね。ちゃんと確認して、3つね、3つ。ちょっと押しすぎたらやばいぞ。心の石板、まずなあ、 S から交換するか。 S から交換しよっか、1個じゃ。 S1 個交換して、はい、今1個交換したね。そしてここもう1個、あ、2つね。これで大丈夫、 OK。 これで譲渡の石板が3つになりましたね。 OK、 これで大丈夫なはず。怖い、恐ろしいです危ない危ない。またゴミが増えないようにしないとね。ここだわ。いえ、行きますよ。これ何ですか、譲渡の部屋って何が出んの。ちょっと一旦じゃあ使ってみる。ちょっとよくわかりませんけど、一旦使ってみて。あー、ちょっと待って、レポート書いとけばよかったかな。体勢が輝き出した。やばいかな、ここでレポート書いても大丈夫か。あー、なるほど。これなんだっけ、スイ君だっけ。ちょっとめっちゃ見てくるやん。めっちゃ見てくるやん。これ一応レポート書いとくか、これ。た方がいいよな、多分。なんとかなっしょ。で、タイマーボールとか持ってた。あー、やばい、ボールとかどうやった、全然確認してない。ボール大丈夫。あー、まあ、十分。必要十分くらいはあるから、オッケー。やっていこう。話しかけるぞ。こんにちは。すすい。あんなひらがなのすすいなや、すいくんの鳴き声。オッケー、すいくん任して。どうする、これレベル70とかだね、これ。でそもそも何がどう通るのかっていうのがよく分かってないから、なんかうまくいくかどうかもちょっとよく分かんないですけど、とりあえず発見しとく。格闘はまあそれなりに入るんじゃないかな。あー、水タイプなのかな。すいくんって何タイプ。あ、強いよ。こう発揮をしとくと、これ麻痺が入りますから、できるだけね、この発揮を入れていきたい。あ、でもちょうどいい感じじゃない、これ3回くらいでいい感じになるんじゃないかな。雨乞い。こいつ絶対水タイプや。水タイプじゃないのに雨乞いとかせんもんな。ちょ、麻痺てくれ。麻痺れ。麻痺らんか。これどうね、やっちゃうかな、これ。どうだっけ ?65。発揮が60。65いいんじゃないか。再起光線一回してこじゃ。オッケー。これで赤になるかな。いきなり殺す。オッケーオッケー、いいじゃん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 。そして、中の状態で、まあでも捕まんないだろうな。これハイパーボール投げてみるか。ハイパーボールで一回、お試し捕獲。お試し捕獲をしてみます。あー、無理ね。わかってました。はい、それは。ちょっとどうしようかな。でも、これもなんかね、本当はね、麻痺を入れたかったんやけどね、やっぱそううまくはいかないもんですね。もう一回くらい投げるか。
タイマーボールありますから、まあ、とりあえずターンを稼ぐという意味でちょっとハイパーボール投げてみたっていう感じなんですけど、はい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 、ちょっとドキッとしましたね今皆さん。ドキッとしたでしょ皆さん。私もドキッとしました。いけるんじゃないかと。もう一回ぐらい、もう一回ぐらいだけとかワンチャンちょっと狙って、なんか感触良かったもんな。これがダメやったらタイマーボール投げよう。あ、はい、オッケー。そうですよね。いや死ぬ、大丈夫か、耐えれる、危ない危ない。オッケー、ちょっとムーニーのためにも次で捕まえたいですね、どうにかね。雨が上がるぐらいのターン数を稼いだということで、タイマーボールどこだっけ、投げてみようか。あの、まあそこそこ耐えたぞ。うわー、まずい、これはやられる。さよならムーニー、ごめんね、無理でした。スイ君は水入ってんのか、どうしようかな。じゃあそれだったらペンタロウとかの方があんまり入らないんじゃないかな、逆にね。これでなんとか耐えれるか。ワンチャンタイマーボールもう一回投げてみる。もうしつこくタイマーボール投げるしかないような気がする。まだ、わーい、なるほど、厳しいね。ミラーコート何に使うのあいつ。まあ水多分ね、今一つでも波乗り強いから多分終わっちゃうな。ちょっとそこそこ強いわ。じゃあ甘えるしとこ、こんな時は。避けた波乗りを。波乗りって避けれるやつない。相当広範囲の攻撃やで。 OK、 これでね、じゃあ下げながらもう一回ぐらい、もう一旦ぐらい待つか。じゃあ甘えるして、さすがにね二度は避けれませんな。な、強い、そもそも強い、今一つでもこの強さえぐいわ。 OK、 攻撃が下がった。 OK、 じゃあここを使ってみようか。そう、まあそこそこターンはまた稼いだぞ多分。頼む、いけるはずだお前なら。どりゃー、やったぞ、ムーニーの犠牲で捕まえられた。水ポケモン、あ、オーロラポケモン、全然違う、水だ。世界中を駆け巡り汚れた水を清めている。北風、あ、北風と共に走り去る。何これ、北風小僧のカンタロウってあったらそれは全然関係ないけど。いや、オーケー、名前つけよう。スイ君、北風、カンタロウにしようじゃん。いや、絶対同じ感じでつけてるやつ言いそうやな。カンタロウ。静かすぎるだろ。静寂やね、ほんとに。おい、じゃあここはあれか。スイ君と何やったっけ、ライコと、あと何やったっけ、あともう2体忘れたな。ここで一応レポート書いてた方がいいかな。まあ、中でもいいか。ここで書い、あ、ここで書いとくか一応。外の方がなんか、自由度高そうやもんな。なんか、いろいろできそう。失敗しても。じゃあ行きます。早速使います。スイ君の次は何でしょうか。セッツ。さあ、輝き出しましたよ。何ですか、何が来るというんですか。これが雷光か。雷光だっけこれ。ちょ、行こうか。これ。えい、えい、えい、そう言ってるんだ。ライコウ。エンテイか。全然違った。ライコウってなんだっけ。あ、ライコウは黄色いやつか。エンテイね。ライコウ、エンテイ、スイクン。スイクン、ライコウ、エンテイ。よし。こいつにハッケー。ちょっと私もね、まあそんなにポケモン詳しくないんでね。日本バレだと思うよ。日焼けが対策してないぞ、ムーニー。素肌丸出しだぞ、大丈夫か、焼けるぞ、うれ、しびれろ、何、入らないぞ、麻痺が、頼む、しびれてくれ、あいつめちゃめちゃ日本バレしてくれ、どういうつもりなんだ、しびれろ、来たー、こっちの女、もう勝利は勝手した。これで再起構成なんて入れたらあいつは多分いいだろう、多分ちょっと耐えるんじゃないか。待って、大丈夫かな、効果抜群か。あー、怖い、いい、素晴らしい素晴らしい。じゃあもうこれ捕まるで、これハイパーボール案件、これはタイマーボールと言わずともハイパーボールでいけるぞ多分。こんなもん条件最高やん。麻痺のほぼほぼ瀕死、勝ったこいつ、しぶといでこれ。神通力、あー、あいつエスパー入ってんのか、あいつしびれてっからね。
いや多分ハイパーボールでもう投げ続けたら捕まるとこれ。しびれろ、ハイパーボールの中でしびれちまえ。オッケー、なるほど、全然なんか捕まりそうやけどね。いけるでしょ、こんだけ条件いいぞ。だいぶマジか、どうやったら捕まるんこいつ。威張った、やべ、なんか威張ってきたよ。攻撃がめっちゃ上がった、混乱したて。おいで。だが私は別に攻撃を加えることはしないから、混乱させても意味がないということだ。来い、いい感じ。あー、ちょっとでも分かんないからタイマーボール投げてみる。これ麻痺ってどんくらい続くんやろ。もう一回くらい投げて、これで捕まらんかったらタイマーボール投げてみるか。無理やろなこれ、なんかあまり捕まる気がせんな。オッケー、なるほど、あいつ全然動けんぞ。それでもやっぱ捕まらないんだね。さすが伝説のポケモンというところでしょうか。タイマーボール、黙っとけ、黙っとけ、変態、黙れ、静かにしとけ。こいつマジか。もうでも俺なんかもう何もやりようがないけどね、何も手を超えられない。もうタイマーボール、いけ、使われ。おい、めちゃめちゃ金使わせる気やな俺に。後でボール買いに行かなあかんやん。これじゃあやばい、危な、危な。じゃあハイパーボールも投げとこ。じゃ同じようなリアクションや、ハイパーボールもタイマーボールも。おい、こいつどうやって捕まるんじゃ、こいつ盗内生っちゅうねん。自己再生してるか。じゃあ一回時間稼ぎに自己再生してるわ。じゃあ自己再生でダメージ食らうことある、これ。危な、おい、全回復、これやった。そして動けない。じゃあここでタイマーボール、タイマーボール行ってこい。あと10個しかない、10個以内に捕まってくれ。じゃないともう無理だぞ。いけー、なんだこいつ、しぶとすぎるだろ。絶対捕まんだこいつ。な、何か、なんかコツがいいのかな。もうなんかコツもクソもないと思うけどね。結構キワキワまで行ってるような気がしますけど、それでもやっぱこいつ捕まらないというか、俺に捕まるのがそんなに嫌なのか。いや、ダサい危な、消費激しい。ちょっと顔買いたそう。ボール、もう誰を一人、誰一人犠牲を出さずに済んだ。エンテル出てか。来た、火山ポケモン。エンテイが吠えると世界のどこかの火山が噴火すると言われている。もうやば、こいつちょっと猿グッズみたいなの作っとかんとけ。こいつエンテイどうしようかな。ガオー、ガオー、ボックス行け。あ、なんかすげえ、なんか躍動感がすごいね、エンテイだけスイ君はなんかフィギュア感あるけど。そして私はボールを買い足す。さあ捕らえろ、雷光、お願いします。セッツ、おい、来た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 、こんにちは、綺麗な空間、最強、ダライ、藤崎マーケットみたいなの出てきたちょっとやっていこう。わかる人はわかるけど、雷光が現れたぞ。みんなこいつ捕らえろ。いけんのか、あいつ電気タイプだ、電気タイプだろう、絶対そうだ。とりあえずはっきりするぞ、あいつしびれさせたい。あ、お前も雨乞いすんのか。結構天候に司っとるよね、多分水君炎帝雷光というかね、そういうなんか自然現象にを司る、そういうポケ。なんかめちゃ入る、めちゃ入るやん。そんな入る、大丈夫これ。なんか待って、やりすぎてないこれ、死ぬでこれ入れたら。飛び膝蹴りとかできます。サイケ光線打ってみるじゃん、大丈夫かな。放電、危な、おい、雨降ってる時にそんなことするな、やめとけやめとけ。あ、オッケー、あ、これもう一回ぐらいいけるかな、これ再起光線、もう一回でこれギリギリじゃない。オッケー、これで変なとこに入らなければ、おい、攻めてねーる、攻めてるね。とりあえずハイパーボール投げるか。うまい、いや、まあこれじゃ捕まらないことは分かってるんです。なんか 2,3 回投げさせてもらいましょうか。とりあえず時間稼ぎしていこう。
まあ捕まったらラッキーぐらいな気持ちでハイパーボールをとりあえずひたすら投げていく。あ、まあ自己再生してもいいな。自己再生一回すっか。食らってったな、それは。なあ、怖っ。死ぬで。大丈夫、危な。できればムーニーもやられない方がいいから、自己再生とかしたりしてね、稼いでいきましょう。なあ、自己再生する前に急所に当たっとるかな。タイミング悪すぎやろ。どういうことやね。電気タイプにはまあ電気タイプっしょ。あれは弱ってるチャンスだ。やっちゃダメよ、レントラ。やるのはあかんで。とりあえずじゃあハイパーボール投げます。なんか使えそうなあったっけ。睨みつける職じゃ。一回睨みつけとくか。ちょっとなんとなく睨みつけとこ、こいつのこと。何、雨降ってきたってことね。おれ、どうや、何が下がるっけ。睨みつけたら防御が下がんのか。危なこいつ。ハイパーボール一回投げます。じゃあ次タイマーボール投げてみましょう。いや、捕まらん気がするな。タイマーボール投げてもあんま捕まらん気がするな。やばいね。なんか神通力やばいくない。神通力強ない。なんか普通にちょっと強いんですけど。タイマーボールお願いします。捕まってくれ。でも3体目ちょっと手強そう。うわー、無理か。やっぱこれターン稼がないとダメだな。神通力が強いね。神通力が強いのよ。ちょっと待って、これあれだな、充電とかした方がいいってことやな、これな。充電したらこれ特防みたいな上がるんじゃないっけ。危なっ、あいつ何リフレクターしたの。怖っ。物理に強くなったそうです。充電だ。なんか特防みたいに上がったような気がするよね。特攻と特防、特防が上がった。これはでかい。特防が上がったのはでかいよな。もう一回ぐらいしとくか。じゃあ充電、さらに充電だ。あいつ雨降ってるの分かってない。雨降ってる中で雨乞いすんなや。ちょっとね、野生ポケモンはちょっとね、難がありますからね。教えてやらんといかんねんな。いけ、タイマーボール。スイカ 2,3 ターン経ったぞ。だろ、はあ、だいぶ時間をかけていますが、タイマーボールにトライ。あららららら、ら惜しすぎるね今のは。神通力どうだ、通りにくくはなってるだろう。 OK、 いいじゃん。 OK、 OK、 いいぞ。じゃあさらに充電。じゃああと2ターンぐらいプラスしていくか。じゃあとりあえず充電して、この感じでもう1ターンぐらい回すか。もう1ターンぐらい回して投げてみるか。充電 OK。 わー、ナイス。避けるのはいい、当たらないが一番ですからね。 OK、完璧、ガチガチです。もう神通力はもう入りません、ほとんど。 OK、OK。 じゃあタイマーボール投げてみよう。追加2ターン、いけ。時間かけたぞお前に。あー、こいつなんだ。もうめちゃくちゃまた消費してるやん、タイマーボール。そんな捕まらん。まあまあまあ、そんなね、早く捕まってもね、あれこいつ伝説なのに大丈夫かってなるからね。まあそれはもうちょっとね、遊ばしていただいた方が、まあ、伝説感はありますよね。何、ひるんで技が出せなかった言ってた今。ちょっとまずいな。一回回復しとくか。さすがに一生懸命減らしてもらったとこ悪いけど、全回復させていただきましょう。それでですね、まあ、プラスアルファ、そうだな、まあ、充電するか。OK、入りづらくなってるね。充電しましょうか。OK、ナイス。レントラはね、結構避けんの得意だからね、割といろんな攻撃避けてくれるのよ。いろんなタイミングで。嬉しい、これは。よし、投げるか。タイマーボール、タイマーボール。届け、俺の思い。捕まってくれ、お願いします。いけ、おとなしく。収まるか。だー、こいつなんだ。ギリギリのとこまでもてあそびやがって俺を。どうする。じゃあまた追加2ターンするか。じゃあ充電しまくろ。もうあいつの攻撃がほとんど通らないぐらいにまでするか。相当長い戦いになってきたな。でもね、それだけやっぱ捕まりにくいってことよね。こんだけターンかけてもタイマーボールの特性がちょっといい感じに機能していない。
すごいターンかけてるはずですけど。OK、神通力も入らんぞ、ほとんど。おい、硬い硬い。はーい、出せんのかい。しかし、投げます。頼む。リフレクターで跳ね返さないで。お願い。うわーん、もうこいつなんや。もうめんどくせえこいつ。もう捕まれよ、大概。もう十分いいって。十分伝説感じたよ。その辺にしとけって。こいつしぶとすぎるだろ。もうレントラももうパンパンやで、お前充電しすぎて。ちょっと投げるか、ここで。そろそろ捕まろや。もうみんな分かったよ、君の伝説感は。あー、もう最悪こいつ。充電する？充電するか、ハイパーボールでワンチャン狙うか。もうボール投げ続けようかな。めんどくさくなってきた。ハイパーボール。ハイパーボールはちゃんとリアクションしてくれるか。ああ、一回出てる。こいつやば。やっぱり、そうだね。なんか状態異常を作った方が本当はいいのかもしれんな。難しいよね。でも、現状その状態異常を与えられるやつが、まあ、ムーニーしかいないし、ムーニー死んじゃったしな。死んだというか倒れちゃったしな。オッケー、なるほど。ひるんで出せないときましたか。もうこれじゃあタイマーボールとハイパーボールを交互に投げるか。もうお願い。あ、こいつなんや。ありえん、マジで。技術を、人間様の技術を超えてきてるこいつ。タイマーボールにはかなり金かか技術力が詰まっているはずなんだが、ちょっとね、多分今一つといえど10万ボルト入れたらあいつ死ぬからな。それは避けたい。ここで捕らえたい。なあ、ハイパーボール捕まるかな。もうでも捕まるとしたらタイマーボールな気がするんですけどね。いけるか。おっと、突然やね。捕まるときはこんな感じで捕まるんや。ハイパーボールね。長い戦いやったな、割と。やったぜ。とりあえずな。エントラーまだなんか新しいの覚えんの。ワイルドボルト。おい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 、なんかかっこいい技覚えようとしてんな。なんやこれ、ワイルドボルトって。命中100の威力90。こっちいな。電気をまとってぶつかって攻撃する。自分も少しダメージを受ける。ちょっとこれはね、若干難がありますけども、これね、睨みつけと変えときます。じゃあなんか使えそうだな。本当はレントラ多分物理が強いはずだから、10万ボルトよりこっちの方がね多分入るのよ、ワイルドボルト。まあ自分の体使ってね、攻撃していく方がいいはずなんですよね。雷光、イカズチポケモンね。雷と共に落ちてきたと言われている。背中の雨雲から雷を打ち出すことができる。あ、背中の雨雲、どれのこと言うてる。あのなんか紫色のこと言うてる、これ。雷を打ち出すことができる。雷光にニックネームをつけましょう。雷の鳴りを取るじゃん。神はちょっとやりすぎやけど、なりに。雷のなり、なり、なり。ボックス。よし、これで、城都地方の伝説捉えました。完成しました、城都の部屋が。水君雷光園庭。なるほどね。じゃあ次ですね。次はなんだっけ、心の部屋言うてたよ。次は心の部屋言うてたけどね。ここですよね、心の。で、心の部屋は2体。2体ね。オッケーオッケー。やっていきよう、じゃあ。あ、虹の石板も出てきた。大海の石板、大陸の。あ、めっちゃ出てきてない？急に？また順番にやっていこう。心の石板な。これは持ってないから、これ。2個。だよね、大丈夫だよね。大丈夫か、みんな。大丈夫だな。オッケー。よし。オッケー、これでいきましょう。オッケー、ポケモンセンター行ってきました。で、レポートね、書いといて、オッケー、じゃあ挑戦していきます。心って何？心の部屋ってよくわかんないな。2体？何のやつだ？心は何？あ、ラティアス・ラティオス的なそういうことかな？もしかして、心といえばなんかそんな気がするな。で、2体。ああ、やっぱそうだ。ラティアス、ラティオス、どっちやねん。どっちやねん。まあ、ええよ。ひゃーん。ラティアス。ラティアス。あなたはラティアス。
青の方がラティオス。あー来た、ラティオス飛んでるぜ。飛行タイプ、待って俺効果抜群じゃないこれ大丈夫かな、飛行タイプ効果抜群じゃない。でも、まあ、しびれさせたいね。ガードシェアって何、何それ、おー何怖っ、なんか抜け取られた、お互いのガードシェアした、防御力が一緒になるってこと。はいはいはい、あいまいちの方がいい本当は。あまりこれで入らない方が八景をかなりの数繰り出せるので。なんじゃ、なになに、ミラータイプデカなった、え何怖い、同じタイプになった、あなるほど、すごい。あ来たー、引きました。じゃあねこれあの格闘を入れ続けていきます。いいぞ素晴らしい、こいつどんだけシェアしてくんねん、そんな意味ないよ、なんこれ何してんの、俺には分かりませんけどハイパーボール投げましょう。おりひこれ、はいはいはい、まあ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 、そんなね、そんなすぐには捕まらないということはまあなんとなく分かってますよ。楽しませてくれますね。じゃあハイパーボール、しばらくちょっとハイパーボール投げてみますか。あいつ全然攻撃してこんやん、何、一応なんか気使ってくれてんのか、なんか OK 動けないね。いやー状態的にはかなりいいんですけどもね、まあ、なかなかやっぱ捕まらないもんですね。ハイパーボールをとりあえずひたすら投げてみます。はいはい、すいませんめちゃめちゃすぐ出てくる。癒しの願いって何、癒しの願いが決まらないって悲しいね、なんかこんだけボロボロなのにかわいそうに出てこんねん、すぐ、すごっ、あいつなんやマジでガードシェアばっかしてくる、どういうことや。じゃあもう一回ぐらいハイパーボール投げとくか、で次ちょっとタイマーボール投げよう、もうだいぶ経ったっしょ、そろそろいけんじゃねえか、タイマーボールの力で。サイコキネシス、ここに来て、でもあんま入んな、強いな、もともと強いねんな。タイマーボール、ちょっとこれでなんか手応えがあるような触れ方をしてほしいが、こいつマジか、こいつマジか、急に攻撃してきた、怖ー、やばー、自己再生間に合うかな、しびれろしびれろ、回復だ、しびれてくれラティアス、あめっちゃ回復する、えぐー、オーケーナイス。じゃあもう自己再生します、パンパンにしてきます、こっちの方が早いのか、ありがたいな、オーケーマックス、これで助かりましたね。なタイマーボール投げてみますか、ほんならこれプラス2ターン、なるほど、まだまだ先は長そうです。しかしもう俺は相手に攻撃を加えることができない、なぜならやつはやられてしまうからです。スーパーボールで捕まえたら大したもんよ、いろいろ使ってみようね、まあ試しに、ハイパーでダメなのにスーパーで捕まるわけないよね。いや来た、攻撃してきた、だーまずい、自己再生タイムだ、そしてハイパーボールじゃねえや、あいやタイマーボール投げてみるか、この段階で自己再生しといて、ガードシェア、タイマーボールを投げてみよう、よしやるぜ、なんかいい反応欲しい、そろそろ捕まってほしい、そしていけタイマーボールだ、これもう運だ、うわー1フレームせん、そしてあいつサイコキネシス打ってくる、怖い、1フレームせんとかこいつはまずいっすね、自己再生して、まあでもライコウはあれだな、ハイパーボールで捕まったかな、ハイパーボールで捕まえれるチャンスもあるってことですよねこれね、ということはハイパーボールも投げる価値は一応あるということなので、まあ、投げてみましょう、だいぶ減ったなボールが、ちょ足さないとやばいぞこれ、いや全然触れんや、オッケー、しびれ飛んだよあいつ、よし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 、ハイパーボールいけ、ハイパーボールなくなる、
どうやったら捕まるんだこいつ。しぶとない。アイマンボール。おら。ちょ、肩壊すぜ、お前、トレーナーの方も。投げすぎやろ。何投目今日。あ、来た！オッケー。ラティアスを捕まえたぞ。長かったな。まあまあ長いね、やっぱ。ラティアスのデータが新しく、なんとかポケモン、無限ポケモン、エスパードラゴン。光を屈折させる。羽毛で全身を包み込み、姿を見えなくする能力を持つ。おお、すげえ、そんなカモフラージュ能力あんだ。リックネームつけよう。ラティアス。ちょっと真ん中かなってつけそうよね。愛とかにする。愛をどっちかにボックスへ送る。ちょっとボール足そう。これボール足した方が良さそう。あ、なに？落ちてるボールが。どうした？なんやこれ。ヤタピの実？急な？なんじゃそりゃ。ちょ、ボール買い足してくるわ。不思議な大豆がある。石板を使いそうだ。行け！お願いします。どっこいしょ。さて、ラティオスになりますよね。あー、セーブするの忘れた。しかも、回復しとかいろいろしてないわ。オッケー、じゃあここでまあ、とりあえずセーブしとくじゃ。あ、多分大丈夫でしょ。行こう。シュワン。捕らえろ。捕らえろよ、ラティオスを。こいつももうちょっとね、我慢するか、俺も。もうちょっと我慢して、しっかりターンを稼いでいこう。で、頑張ってあいつをまひらせるぞ。ムーニー、お願いするぜ。お前にかかってる。ラスターパージ、何怖っ。うわー、何それ。なんか派手な攻撃。いいな、派手な攻撃。ちょっとやばい。いや、結構削られてるけど、どうだろう。いけるかな。うわー、まずそう。なんか強そうなんですけど。死ぬか？なあ、危な。もう発見。いけ、まひれ。なるほど。なるほどね。これは回復しないとまずい。これは回復しないとまずいな。これちょっと避けてくれんかな。一回避けてくれるとちょっと余裕が生まれるんですけども。ああ、ダメだ。いや、あいつのラスターパージが強い。けどまあまあまあ、もうワンチャンあるな。発揮をする余裕ある。麻痺ってくれなあ。竜の舞ってなんだっけ。あー、なんかめっちゃ攻撃上がるやつか。やばい、グンと上がるやつ。グンと上がらない。ほら、麻痺れ。なんだって。あ、来た。完璧だ。これでも食らったら死にそうだけど、どうだろう。発揮頑張ってみるか。やったろう。裏ナボはいいぞ。すごいギリギリだ。怖っ。あー、ラスターパージでムーニーが死んじゃう。これはまずい。あ、大丈夫そう。危ないね。ちょっとどうしようか。まあまあ、ムーニーはまあ最悪死亡してもいいですから。もうこいつの役割は果たした。あ、自己再生すっか。ターン稼ぐって言ってたな、そういえば。本日の役目はまあほぼ終わりと言っても過言ではないですね。ムーニーはね。オッケー、いいね。すげえ回復すんな、やっぱ素晴らしい。やばい、竜の波動強いのよ。じゃあプラスあと5ターンぐらい待つか。自己再生、自己再生がなくなるまで耐える。はいはいはい。ちょっととりあえずね、命つないでいこう。常にダメージギリギリになっていくと思うけど。ああ、いけそう。大丈夫、耐えられそうや。いい感じやね。あー、もう投げたいね。もうちょっとちょ、投げたすぎてうずうずしている。投げたすぎてうずうずしているが、多分捕まらないことは分かっているから。まあちょっとね、ボールの無駄遣いしないということを考えると、やっぱりね、こう自己再生し続けるしかないですけど。あ、でもこのタイミングとかなら一回投げるか。こう何もこう意味がなくなった時、自己再生も意味ないし攻撃もできない時に、ハイパーボールとかを投げてみることにしましょうか。ほら、どうですか？触れますか？そのまま出てくんでしょ、どうせ。オッケー。じゃあまた何もできなくなっちゃったから、タイマーボール次投げてみる？そんな変わらんと思うけどな。まあ、ラティアス自体にだいぶかかったしな、時間。そんなすぐ捕まんないと思うな。捕まるんかい！
終わった。いやーすごい節約できたんですけど、マジでラッキーじゃん。めちゃめちゃラッキーじゃん。ラティオスのデータが追加されます。これも無限ポケモン。高い知能を持つポケモン。腕を折りたたんで飛べばジェット機を追い越すスピードだ。じゃあジェットってつけよう。ジェットを僕せよ。さあというわけで、まあ一応無事に終わりましたね。ラティアス、ラティオス捕まえましたね。こいつもなんかモンスターボール残してくんかな、そういうやつ。オッケー揃った。兄弟とかそういうこと。ラティアス、ラティオスの関係って何やの。なんか増えてる。何2個あるんですけど、何の心の雫。なんだ心の雫って。わけがわからん。ズアの実、なんじゃそりゃ。何心の雫って。ラティオスやラティアスに持たせるとエスパーとドラゴンタイプの技の威力が上がる不思議な玉。これすごいなんかそんななんかピンポイントだよね。あと何やったっけ、何拾った、実を拾った、ズアの実、ピンチの時に特防が上がる。あとヤタピの実、ピンチの時に特攻が上がる。あーなるほどね、特攻が上がるのと特防が上がるです。ということで、まあとりあえずね、まあ謎のかけらも残り2つなので、まあちょっと集めてくるので、まあ、本日はこの辺にしておきましょうかね。ということで、まあ本日はこの2つということで、次回に続きましょう。それではまた次回。